つついつとは、丸く掘った井戸の井戸川、枠のこと。伊勢物語、山和物語中の物語の題材の一つとして有名であり、互いに惹かれていた幼馴染の男女が結婚することを内容としている。伊勢物語の古い本文では、つついつの、井戸の周りで竹比べをする、幼馴染の男女昔、幼馴染の男女が、つついつの周りで、 竹比べをしたりして遊んでいた。二人は、蝶ずるにつれて、互いに顔を合わせるのが恥ずかしく、感じ疎遠となってしまったが、二人とも相手を忘れられず、女は、親の持ってくる縁談も断って、独身のままでいた。その女のもとに、男から、歌が届く。二人は歌を取り交わして、ちぎりを結ぶ。こうして、夫婦となった二人であったが、やがて妻の親が死に、 暮らしが貧しくなり、夫は他の女のもとに足しげく通うようになる。ところが、夫を送り出すときも妻は怒りの素振りも見せない。不審に思った夫が隠れて見ていると、綺麗に化粧をし、物思いにふけったように歌を読む妻の姿があった。その心根に打たれた夫は再び妻のもとへと帰るのであった。つついずつから言葉んく。ありがとうございます。